小牧市議選全政党嬉しい結果に国民民主党は山梨県で初議席、森山市議選、さて市長選、10月月投開票選挙結果振り返りということでですね、えー、本日は選挙の振り返り、10月1日にいろいろ選挙がございましたの、ね、で、そちらを振り返っていきたいなというふうに思っているんですけども、まあね、小牧市議選とかはね、まあ、愛知16区のエリア、公明党の選挙区になっていて、でまあ、いろんな愛知16区というのは、立憲も国民民主党も維新も立っているという衆院選の選挙区で、じゃあ、その選挙区内の小牧市議選の結果はどうなのか。 斜め落ちる選挙というところでまあかなり注目しておりましたとで、他にもですね去、まあ、って市長選はねほど誰勝つのか分からなかったですし、えー、森山市議選なども注目していたんですけども、えー、そちらをですねちょっと振り返っていきたいなというふうに思っておりますはい、えー。昨日は開票続行生配信、えー、お越しいただきましたありがとうございましたというところで、えー、こちらもね、えー、10月で日いっぱい選挙あって赤字のところについて触れていきたいなというふうに、えー、思いますはい。えっ、ー、とまずですね去って市長選から触れていきたいなというふうに思っているんですけどもまあこの宮崎勝夫さん行き 田智子さん現職の木村澄之さんこの三つどもえみたいな感じで言われておりましたと。はい、でもう一人ですね金村誠さんっていう獄中立候補あの2023年の統一地方選挙で、まあ、あの選挙ポスターに。 まあ、離婚した元嫁の誹謗中傷になるような名誉毀損するような内容を書いたというところで、まあ、獄中に行かれた方が、えー、今回も立候補してましたよっていうような、えー、形になります。はい。で、そんな中でこのさって市長選のもう注目ポイントが、今回の市長選はコストコを誘致するかしないかの住民投票だって言って、もうコストコ選挙が展開されていたんですね。いや、コストコが一番の争点なんだっていう。 コストコエグいなっていうふうにね、えー、見てて思っていたんですけども、えー、結果としてはですね、えー、コストコ派が勝ちましたと。<laughs> はい。えー、サッテ市民の皆様は、もうコストコをとにかく誘致してほしかったっていうのが、えー、埼玉県のサッテ市の、えー、結果になっております。 違うコストコ誘致派がね、現職、た多分皆さんね、一回新人の方がそれ言ってるんじゃないかと思った方いらっしゃると思うんですけども、現職がバンバンえコストコを誘致するというね、で負けた池田智子さんとかに関しては、いやいや、コストコはね、なんか誘致しても多分10年以上、多分まだ時間かかるんで、えー、道の駅にコストコの商品を売るべきだみたいな、コストコの使い方みたいなところの、なんか別の提案みたいな、<laughs> あったりしたりとかして、まあ、そこが話題になってるましょうと。はいで木村住の人 運営もね、すごいコストコミュニティーできるしコストが来るってことはえ、サーバーも、ね、え来ることができますみたいな、えー、感じでねあのそういったところをアピールしていたわけなんですけどもこんな結果になりましたで殺、えっと、定市長に関しては2019年に関してはあの本当に約100票差ぐらいの、えー、票差でかなり接戦、えー、になった選挙で,で当時話題だったのが、えっと、現職の渡辺市長という方が あのー、広島のね、あのー、平和記念式典とかに行った時に、えー、夜、まあお酒飲んだんですけども、広島市内の飲食店の女性従業員に、まあちょっと料金のトラブルで暴行したっていう容疑で、 あの、捕まるっていうことがありましたと。はい。結局、記事にはなったんですけども、それがかなり話題になっておりまして、で、その直後にすぐ査定て市長選があったってところなので、じゃあどうなるのかっていうのが話題になっていたんですけども、えー、木村澄さんが約100票差で語りました。で、そんな中で、まあ、剣道朝礼じゃないですけども、池田智子さんもまたもう一回出られてっていうところで、えー、勝ちに行ったんですけども、勝つことができなかったって感じですね。で、この選挙が本当になぜ勝つのかわからないって言ってたのが、この、 去ってし、まあ、国会議員は三林博美さんというね、えー、自民党の国会議員、そして県議会議員は木良秀俊議員、えー、になっているんですけども、で、この2名がですね、ま、講演者が本当三分裂しているっていう状況だったんですよ。えー、なのでですね、あのー、去って、僕生で行ったんですけども、ね、あの、三林博美さん、木村澄夫さんのとこいるしあ、宮杉さんのとこいますね。 あれあれキラさんも、あれ木村さんのとこ、あれ宮杉さんのとこも、あれあれあれ、池田さんのとこにもやるみたいな、もうなんか、もう切相がないというか、もう全陣へ行くっていう、もうスタイルでやっていたんですよ。 なので、もう本当にね、もう誰かに偏ると、まあ、次の衆院選だったりとか、そういったところにも影響出るかもしれないっていぐらい、あの、分裂してた選挙だったんで、もうここはね、かなりちょっと、え、注目されてましたって感じですね。はい。で、すみません。えっと、最終演説で、三林さんの、えー、池田さんのところに入っている、えっ、ー、と、写真撮れなくて、秘書がね、えー、管理に行ってた感じだったんですけども、一応、出陣式の際には、えー、この三林さんも池田智子さんのところにも入られてましたっていうような、えー、感じでございます。はい。 でね、今この写真でちょっと違和感を覚えた方いらっしゃるかもしれないんですけども、そうです。はい。えー、デコ自転車遊説ですね。はい。僕、まあ、初めて見ました。自転車デコ遊説。はい。こうやってね、あのー、で、色変わってますからね。はい。色ちゃんと変わって変化してるっていうのが、こう、池田智子さんの選挙スタイルっていうことで。でね、あの、99%ではダメだ、100%は誰一人、取り残せない優しい町へっていうね、笑顔の査定を作る会っていう、あの、看板などを掲げていたんですけども、あのー、 この方、政治活動期間中とかには、緊急事態去って、逃げちゃダメだって言って、もう完全にエヴァ選挙も展開されてましたね。はい。エヴァンゲリオン選挙も展開されていたのが、この池田デコ、デコ遊説のね、池田智子さんということで、トップが変われば、未来が変わるとかね、えー、そういった標語などもやられてましたって感じですね。だから、なんかトラックにこういうね、なんか、あのー、キャッチレーザーつけているとかなり目立つなっていうふうには、見てて思いました。はい。で、あと、撮影の特徴はね、あの、2連ポスターを剥がさないで、上からあの顔を隠すして、 張り紙を貼るっていうあのスタイルでやってましたね。はい。二連相手も岩様りさんっていうフリーアナウンサーの方で。で、えっと、木村澄さん現職に関しては、えっと、埼玉県知事の大野知事と二連、えー、を作ってましたと。はい。えっと、木村さんに関してはね、えー、ポスターなど貼、えー、り替えていたんですけども、駅前とかに、まあ、制作比較の、えー、ポスターとかを貼って、えー、市民に見せようというあの感じで、あの、だから、えー、現職市長が応援するさっての未来を考える会が、えー、制作比較を載せるっていうふうに、えー、やっておりましたって感じです。人はまだ集まってました。なので最初 先日のね人数とか見てもまあ減少勝つのかなっていう感じの流れでありましたとはいそしてもう一人宮杉勝男さんに関しても2連相手がまさかの河村武夫さんというですねはいあのー、今息子が維新に入ったというあの河村武夫さんですねはいえー、2020年の衆院選にあの林あ今外部大臣変わりましたけども、えー、林 吉しさんにあの選挙区を奪われた、えー、元内閣官房長官の河、えー、村武雄さんを2連に使うっていう、えー、方で、で、この宮杉勝男さんもね、あのポスター顔隠れて幸せ日本一っていう、な、このさっのスタイル何なんだろうなっていう。 ポスター剥がさないんだっていう。はい。で、顔隠すスタイルでやってるんですけども、これでも見えちゃってるからダメじゃねっていう。あの、み、宮杉勝夫めっちゃ名前見えてるけど大丈夫なんですかっていうね、風に思うんですけども、えー、そんな感じでやってましたと。はい。で、女優の藤田由美子さんも応援に入っていたとか、この宮杉勝夫さんの謎の人脈みたいなね、あったりしたんですよね。で、あの、加藤勝信、え内、ー、閣、えー、官房長官とかね、前のね、たわしってあだ名つけられていて、えー、厚生労働大臣とかも務められていた、今大臣亡くなりました けども加藤勝信さんとかの娘さんも応援入ったり、で加藤勝信さん本人も応援に入ったり、あと国会の議場でねあの水をかけて懲罰を食らったあの松並健次郎さんが応援に入ったりとか、こう謎の人脈スタイルがありましたと。で、幸せ日本一、多分ね、さってっていう幸せという字がついてるエリアなので、こういう幸せとていう字使ってるんだろうなっていうふうに、えー、見てて思ったんですけども、結構あの大会系の、えー、方らしくてですね、はいすごいなんかあの、えー 金にガタイの衣装がめっちゃ多かったですね。はい、そんな感じでございました。で、これちょっと伝えたいのは、幸手市はね、めっちゃ頑張ってましたね。期日前投票所あるんですけども、これがですね、あの、駅前です。はい。あの、幸手市駅1個しかないんですけども、もう、えー、改札を出るとすぐ期日前投票所があるってこの取り組みは、もう期日前投票ファン、山本の期日前としては本当にありがとうございますという、えー、感じでございます。はい。これは全国でもやってほしいですよ。めちゃくちゃ目立つんで、はい。 っていう感じですね。はい。そして、えっ、ー、と、注目だった小牧市議選ですね。はい。ここは、あの、7名落ちる選挙、定数25、候補者32ということで、えっ、ー、と、赤字がね、当選者で、青字が落選者にして、えー、書いてるんですけども、そうです。ほぼ政党が、あの、当選するっていうような、えー、感じでございました。落選したのは、自民党籍の無所属新人の1人と、えー、そして、えっ、ー、と、無所属現職1人と、えー、新人5名っていうような形で、えー、自民、公明、立憲、国民、共産、維新、賛成党、ここはね、もう、喜びの声が今上がって てていいるうはう、ね、感じになっております、はい、で自民党のね県議があの党無所属新人なんですけど自民党籍を持っている方とかもねあのー、全部ちゃんと X とかで上げてくださったんで誰がどの政党系の主なのかみたいな把握することができたんでありがたかったんですけども、えー、自民党は現職5人、えー、自民党推薦もえっ、ー、と現職4名と新人1名。 そして、えー、自民党席2名、えー、当選というところです。はい。なので、も第一会派も自民系のところになってくるという感じですね。はい。そして、公明党は、えー、3名、えー、擁立しまして、えー、全員当選しましたと。立憲民主党も現職に、国民民主党も現職に、えー、当選して、で、共産党に関しては前回1名落選してたんですけども、えー、今回、前回落選分から、もう、含めて3人、 立てて、えっ、ー、と3人通ったっていうような感じです。で、維新も新人1人立ててえー、通りましたし、賛成党もう1人立てて通りました。っていう感じです。はいで、ちょっとですね。あの次期衆院選、ちょっとこの愛知1、えー、この小牧市議選をね。振り返る上でちょっと見ていただきたい。ポイントが愛知16区なんですよ。ここが公明とね。あの先日、あの校舎が辞退されて、別の県議犬飼県議がね、えー、擁立されましたけども、もまあ、公明党の選挙区です。なので、もしこの、えー、小牧市議選で。 えー、公明党の候補者が一人でも落選すると、まあ、確実にネガティブな報道がされるというか、はいえー、と練馬区議選で統、ね、一路線ありましたけど、公明党が大量落選しましたと、その時に、これ、東京28区候補者立てられるんですかみたいな形でね、あのかなりちょっとニュースとかでも報道されていたわけなんで、練馬ショックというワードがついたりして、えー、報道されていたんですけども、まあ、ここは公明党全員当選しましたと。で、さらに公明党でプラスだったのが、自民党がほぼほぼ取ったんですよ、自民党席の新人だけ落選したので、 まあ自民党も全員当選したんで、なので次、自民党にも恨みを買わずに、応援してもらいやすい状況を作ることができたっていうのが、公明にとってはめちゃくちゃプラスなポイントだったのかなっていうふうに見てて思ってます。で、この犬飼県議の X、ちょっと確認したんですけど、この小牧市議選について、全く発信してないんですよ。 なので、おそらく、犬飼県議に関しては、まあ、次、衆院選で自民党にも応援してもらうために、えー、公明党に肩入れせず、あの、そこはすごい配慮してたんじゃないかなっていうふうに、ちょっと SNS の発信とか見てて、えっ、ー、と、思いましたという感じですね。はい。 他にも立憲民主もね、松田さんだったり、国民民主も福田さんだったり、維新も戸根さんもいらっしゃってるってところで、まあ、どこの政党も落とせないという状況の中で、えー、全部当選しましたっていうような感じなので、どこがね、なんか飛び抜けていい成績みたいな感じではなかったのかなというふうに思います。<laughs> えー、そんな中で、トップ当選は立憲民主の諸岡恵美さんでございます。はい。 えー、29歳現職最年少って書いてあるんで、えー、25歳の時に当選してましたっていうような、えー、感じでございます。立憲民主党諸岡恵美ということでね。で、これちょっとプロフィールね、えー、ちょっと気になったんで見たんですけども、ミュージカル、アニー出演っていうふうに書いてあります。はい。でも、アニーといえばですね、山尾しおりさんってことで、愛知県内で議員になる方、アニー出身の人、もしかしたら多い説みたいなのね、ちょっと出てきたなっていうふうに思っているんですけども、アニー出身の諸岡恵美さんが、え、前回1913回から、えー、13票から、今回票数伸ばされて、 2603票取られているというような状況になっております。はい で、25歳で新人取った時から伸ばされてるってことは、あの、若手の校舎で票数伸ばされてる方とは、基本的にはあの評価されて伸ばされてるのかなというふうに思いますので、えー、諸岡さん的にもね、かなり、あの、嬉しい結果だったんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、立憲はもう一人、えー、ヤタガイ・マスさんというね、方が出ておりますって感じなんですけども、えー、この方はね、あの、ず、ほあの、選挙ポスター通り、あの、柔道着を着て、あの、活動されているっていうような、えー、状況になっております。あ、で、すみません、言い忘れていたんですけども、あの、 今回の、この、えー、小牧市議選の、えー、選挙ポスターに関しては、えっ、ー、と、選挙ウォッチャーの、えー、の近所、 ガンジさんっていう、えー、方にですね、あのポスターをちょっと提供いただきまして、え今え使わさせていただいております。なので、近所ガンジさん、あの選挙オーチはいろんな、ね、あの選挙取材とか、この小牧とかもあの現地に行かれていて、まあ、そこの,あのレポートとかも多分書かれると思いますので、えー、近所ガンジさんの、えー、とノートにいわれる概要欄に貼っておきますので、もしご興味ある方はあの、ぜひ読んでいただければと思います。いろんな、ね、長野市議選だったりとか、全国の、えー、選挙取材されている方で、はい、そちらを見ていただけるとね、よりこの 小牧の様子みたいなの、分かるかなっていう。はい、えー、僕はあの、先程サッテンに関しては自分で言ったんですけども、小牧に関しては、えっ、ー、と、机上で、えー、机上で語ってるんで。はい。えー、よろしくお願いいたします。はい。えー、生きがいやりがい、ないすがいっていうね。えー、がね、ほんと自転車にね、あのー、柔道着着てやってるんですけど、マジで柔道着で活動してたんで。もう汗だくさがね、やっぱ柔道着着てると、汗だくさが違いますね。はい。これがプラスになるのか、マイナスになるのか、分かんないです。 よく、あの、政治家は汗をかいてる方が頑張ってる感が出て、あの、情に訴えられて、票が伸びやすいみたいな感じで言われている。だから雨の日はわざと傘ささないとか、あったりするんですけども、こう、柔道着着てるとより汗が滲み出てるんで、これがプラスになるのかどうかっていうのは、ちょっと個人的には気になってます。はい。そして、維新の伊藤光志郎さんが、えー、2位で、当選されましたっていうような感じです。小巻一個の挑戦ということでね、えー、28歳ということで、 まあこのなんかもう見た目からもめっちゃ強そうな雰囲気でじみ出ているんですけども、えー、実際2561票え取られましたという感じです。はい。でね、あのー、プロフィールとか見てると、えー、と祖父が元小牧市議会議員という伊藤博之さんというえ方なので、だ維新だけじゃなく、もともと少し地盤あ,あった可能性もあるなっていうふうに、このプロフィール欄とか見てると思います。はい。で、もう一人ですね、この大江敏之さんという方が、 これ愛知県議選の小牧選挙区で維新から出られている、えー、方がいらっしゃいましてで、元々小牧市議だった方なんですけども、えー、今回完全無所属で、別になんか維新とか全然関わりある感じではなく、えー、出られていて、今回1142票で当選されてましたっていうような、えー、感じでございます。はい。そして自民党でトップ当選が、えー、木村哲也さん、えー、全体でも3位当選ですね。はい。毎日コツコツキムテツっていうね、はい。ちょっとン踏んでる感じでコツコツキムテツかけてるのかわかんないですけども、はい。木村哲也さんを、えー やられておりましたと,、はいでえっと前回、えー、4位で2058票から今回2492票というところで票、えー、数も伸ばされているというような、えー、形になっております。はい、で国民民主党の小川真由美さんが、えっと、4位当選というところなんですけどもそうです、えー、国民民主党というワードがないというところですね。 SNS のリンク欄、Facebook のところにえ、ちょこっとだけ国民うさぎが出てるというですね <laughs>、えー、そういった特徴がます。で、国民民主の議員とかもかなり応援ですとかも入ってましたと。はい。で、一応選挙候補には国民民主というふうには、えー、書いております。もともと2015年トップ当選に、前回が、えー、と2位当選で、今回4位当選というような、えー、感じになっております。はい。で、ビッグスマイルの小沢さんもね、えー、当選されるということで、この方に関しては前回無所属で、えー、出られていて、今後は国民民主になって票数伸ばされたという感じ で,すで、すでこの小沢さんもえ国民民主党の文字を入れてないというところで、まあ、だから愛知とかだと連合が多分強かったりすると思うんで、そうすると結構、国民民主党の名前を入れない候補者、結構いるなっていう感じですよね。はいこれあるあるるなんですけど連合のこう濃淡 強度によって国民民主党の大きさが変わってくるっていう。はい。で、あの、ただ東京都内で、まあ、国民民主党のね、デカデカと文字とか書いている方がいらっしゃって、で、後であの聞いてみたら、そうなんですよ。連合の推薦受けてないんですっていうふうに言われてたんで、<laughs> 多分国民民主党デカデカやってる人は、本当玉木チャンネル見てたりとか、玉木さんとかの政策、国民民主党の政策が好きで、えー、もう連合とか無視して入ってきてる人に関しては、国民民主党の、えー、まず黄色とか青とかの文字にして、あの国民民主党のロゴとかめちゃくちゃデカく入れてみたいな。 感じの方が多いと思うんです連合系に関しては、もともと前回、無所属の方なので、そんなに大きく入れないのかなというふうに見てて思いました。はい、そして共産党は、えっと、前回一人落選してたんですけども、えー、安江さん、稲貝さん、山田さん、3人全員当選というような形になりました。そして賛成、えっと、党ですね、えー、黒木明さんという方が立候補されていたんですけども、えー、この方はですね、まあ、あの実際、神谷さんとか応援入ったりとか、最終日に関してはね、代表辞任された松田学さん、まあ、あの選挙期間中にあの衆院選、南関東ブロック 区で擁立など発表されたんですけども、松田学さんが最終演説とかも来られたりしてみたいな。ところで、まあ幹部もね。この参政党は入っていて、そこで当選きっちりされました。っていうような感じでございましたと。と実際この方に関してはえっと参院選の山形選挙区で出られていた方になっているので、ま賛、あ、成党は本当になかまあ、地域にもと多分住んでなかったとしても。 あの、まあ、落下さんでも賛成党の名前があれば結構受かる人が多いのかなっていうふうには、えー、見てて思います。結構他の選挙に出て全く別のエリアで賛成党に出て当選するというケースが、まあ、統一法選挙とかでも、えー、見られたりもしましたので、なんかそこはすごい、あの、なんか特徴なのかなっていうふうに、えー、と思います。はい。えー、そして落選したのがですね、この稲垣守さん、現職で唯一、えー、落選した方になっております。えー、前回1151票で当選しました。前回は、ね、自民党だったんですけども、えー、なんとですね、えー、この4年のうち に辞職勧告決議を受けておりますはいで、今回2023年に676票で落選するってことがあったんですけども何があったんですかってことなんですけどあのー、いろんな、えっと、同僚まあ市議会議員とかのあのー、まあ、悪口をいろんな、あのー、市議にあのー、送りつけるっていうことをやっていてで、それでねあの名誉毀損みたいな形で結構みんなブチギレたりとかしていてまあだからええー この人は選挙違反してるとか、まあ、コロナ禍で良くない動き、えー、動きをしてるとか、セクハラしてるみたいなところを、なんかいろんな議員に文書で送ったみたいなんですね。それをぶち切れて辞職勧告決議みたいなのがあって、自民党も外されてみたいな形で、676票で落選するというような形になりましたって感じです。はい。 ちなみに自民党でね、あの、毎回愛知16区で、あの、公明党が出ようとしてるときに、えー、党本部が、あの、愛知16区で自民党がね、公明党を応援するって言っても、私は絶対応援しませんみたいな。私は一歩も動きません。協力しませんって言っているね、えー、方は今回自民党としては出なかったっていうような感じなので、なんで愛知16区公明党に関しては少しハレーション収まるのかなっていうふうには、えー、思います。はい。そして中村幸道さんというね、無所属の方も、えー、行動力が第一、元名古屋市議、絶対名古屋市議って入れない方がいいと思いますよって思ってたんですけども、えー 落選しましたね。世直し、汚将というふうに書いてあるんですけども、救命、有事が帰ってきましたと、ねはいうね、まあ。めちゃくちゃ目立ちますけど、さすがに落選ですという感じですね。で、他には、えっと、滋賀県の森山市議選ですね、えー、選挙区エリアでいうと、滋賀3区のエリアになってるんですけども、えー、ここは政党別で定数20で、校者25名、5名落選する選挙となっておりました。で、えっと、トップ当選が、増本かなえさんという25歳の方で、まあ、国民民主、立憲民主、連合の推薦の方になっております。が国民民主なので でまあ、実質国民民主みたいなね、えー、感じになっています。だから滋賀に関してはまだまとまってるんですよね、国民も立憲も。はい。でも、一応、松本カネさんはえ、国民民主党に党籍があるっていうところなので、まあ、国民民主党の、まあ、滋賀県内の議員にプラス1という感じになってくるのかなというふうに思います。はい。でもう1名に関しても、国民民主党、立憲民主党、社民党、連合の推薦っていう方になっていて、その方も当選されてましたっていう感じです。はい。で、2位が維新ですね。はい。 維新がですね、最近死がで調子いいというか、まあ一人立てたら、まあトップ当選だったりとか、えー、2位とかにも食い込んでくるっていうところでね、この前草津市議選などもあったりしたんですけども、えー、そこもね、あのー、上位取ってきてたので、えー、維新に関して、しかもこの草津も森山も滋賀3区で、死が3区に関しては維新校舎立ててるんで、で、これ衆院選の滋賀3区に関しては、維新はこれ比例復活争い、近畿ブロックの比例復活あら枠争いが、 ま、兵庫、京都、奈良、和歌山とね、いろんな各衆院の小選挙区の校舎と、まあ、かなり熾烈な争い繰り広げる感じになると思うんですけども、えー、前回市がね、あの、誰も通ってないわけなんですけども、え、維新に関しては市が、この3区も、まあ、全然名乗りを上げれるぐらいの感じになってるのかなっていうふうに、思いますね。は維、い、新は上位当選ですと。で、3位当選は向井派の川本さんという方で、前回トップ当選されていた方になっております。はい。で、自民党は、えっと、6名公認の推薦1名という、感じでして、えー 前回に関してはあまり公認候補少なかったんですけども今回はめちゃくちゃあの公認候補を立ててきてますとその中で現職が1名落選してしまいましたっていうような。 ええ感じです。で、公明党は森山市に関しては1名だけ公認して1名当選というような、えー、形で。で、共産党はえっと3名、えー、公認しましたと。で、前回1名落選してたんですけども、今回3名全員、えー、当選してきましたというような感じです。はい。で、賛成党は1名公認して、えー、っと、1名当選しましたというところで、えー、滋賀県内の草津市議選ではね、落選しましたと。はい、もともと当選というあの報告を副市長から、えー、受けていたんですけども、後で、あのー、間違ってましたと。 えー、参政党の候補の会表のところより別の候補のところが混えー、混ざっていて、えー、それで、なんか職員の人が間違えて当確みたいに言っちゃって、副首相が参政党の事務所に訪れて、えー 突然えー、おめでとうございますって言って。で、結果を受けてみたら落選してたみたいな感じでぶち切れたってことがあったんですけども、えー、その接続じゃないですけども、賛成党としては森、えー、山市議選では通ったので、なので、滋賀県内ではめちゃくちゃ弱いっていうわけでもないっていう、えー、感じですね。えー、そして無所属現職1名が、えー、落選しましたっていうのは結果が森山市議選でございましたというところです。はい、えー。で、その他のトピック、えー、ニラ市議選ですね。はい。国民民主党が山梨県に初議席なんですけども、なんと新人の方が71歳ということで、確かに国民民主党が なんか山梨というイメージはあんまなかったんですけども、えー、そこで、まあ、あの空白権を1つ取り除くことができましたという感じですね。そして、えー、と岡山県の総社商も片岡市は、ね、結構、まあ、人気な市長なんですけども、えー、5選になりましたとで元々無投票当選になりそうだったんですけどもあの偽参政党で話題の、えー、小西さんが、ねえー、選挙出られまして。 えー、そこで、もちろん落選されましたって形ですね。あの、あ今年、統一調整、えー、痛市議選とかに出ていた、えー、交わり政党これですね。はい。三政とのさんって書いて、交わり政党って書いている方が、えー、小西さん出られていて。 えー、落選されました形ですね。なので、この前も、えー、三重県の松阪市長選とか出られたりとか、なんから無投票、そう、えー、無投票当選阻止するために松阪市長選出られたりとか、総座市長選出られたりとか、もうね、兵庫出身なんで、この近畿圏内だけかと思ったんですけど、岡山まで広げてきたんで、ちょっとテリトリー広いですね、小西さんの。はい。 なので、近畿圏とか、岡山とか、中国地方とか、あらゆる選挙に今後も出てくる可能性があるな、というふうにえ思っております。そして徳島県ですね。はい。 え、ちょっと長期戦で定数1名の落選選挙で、まあ共産党が落選しましたと、まあ2名公認のうち1人しか落ちない選挙で1名落選という、まあ最近ね、その傾向っていうのが、まあ結構なんか毎週どっかで起きてるなっていうふうに思ったりするんですけども、まあ今回それが徳島で起きてしまいましたっていうような感じです。まあただ、今回1名落選してますけど、共産党的には、 まあ今回、だから、小牧と森山で1ずつ増やしてるんで、トータルで見ると、まあ、共産党としてもプラスだったのかなというふうに、えー、思います。はい。えー、そしてですね、大和町長選ですね。はい、ここ、えっ、ー、と、浅野俊彦さんが、えっ、ー、と、3度目の正直で、えー、当選されましたっていうような、えー、感じなので、えー、結構見出しとかでも3度目の正直みたいな、えー、書かれていたんですけども、えー、出続けたら、 いつか勝つチャンスはあるという。もう2回負けたらもうさすがにないでしょうっていうね、え風、ー、に結構思う方が多いんじゃないかなというふに思うんですけども、えー、そこは、えー、当選することが、えー、できましたっていうような、えー、感じでございます。ということで、まあ、今週もね、もういろんな注目の選挙が、あ、そうだ、これ対話長ですね。先生でました。対、対話町長挑戦です。はい。えー、っていう感じでございます。はい。 ということで、まあ、今週はちょっと小牧市議選だったり、さって市長選というところをね、まあ、中心にお話などをさせていただきました。また毎週ね、いろんな注目な選挙ございますので、どんどん取り上げていきたいなというふうに、えー、思っております。えー、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。